こんにちは、琥珀です。まだ地上に来たばかりの天使です。星の綺麗な夜に悪魔の使い魔のカラスさんに襲われているところを、お医者様で一人暮らしの工藤周一郎さんに助けていただきました。俺様がその時使い魔を使って琥珀をいじめた光竜だ。あ、光竜、もういつも意地悪ばっかりして悪魔だからね。優しい悪魔さんもいるもん。俺、続きはどうした。そうだった。